新しい一口ルマンド、まろやかなホワイトチョコと香り高い抹茶チョコを重ねたこの味は、この味はホワイ茶。二層のチョコでできました。ブルボン一口ルマンド抹茶ラテ、ホワイ茶しよう。よい、また。カット。はい、よい。カット。ホワイト茶。ホワイト茶。カット。ホワイト茶しよう。よかった、ありがとうございます。素晴らしいです。ホワイト茶しよう。はいはいはい、アイカット、素晴らしい。ホワイトチョコと抹茶チョコ、2層のチョコでできました。ブルボン、一口ルマンド抹茶ラテ、ホワイト茶、あなたもぜひ。アイス、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 だいぶ、だいぶな。じゃあもう一回笑っちゃいましょうか、せーの。席もらって嬉しかったのは出汁ですね。出汁、あれはいくらあっても困らない。それをこうさっとちょっとしたギフトにいただけたので、大人だなって思って、パクろうって思いました。大人のプレゼントって出汁なんだって思いました、ね、あと真逆ですけど、自分が持ってもらって嬉しいのが動物とかの置物。僕ん家のトイレに棚があるんですけど、もうなんか動物園みたいになってます。ゴンス、やっぱり気づくと語尾にゴンスつくじゃないですか。こういつからか、いつから立つ時こいしょって言ってたりとかね、なんか一人でちょっとお鍋触っちゃう時と、あぶねみたいな、いつからかそういう風に口にするようになったなって思うんですけど、それと一緒でゴンス、たまに出ません？僕出るんですよ。 OK でゴンス。今回一口ルマンド抹茶ラテの CM に出演させていただきました、2層のチョコの美味しさをホワイト茶と表現しました。そんな CM でございます、皆さんもね、ぜひホワイト茶手に取って食べていただいて、夕暮れの街並みでホワイト茶とつぶやいていただければと思います。